ご覧いただいてありがとうございます。今回の動画はですね、あの問い合わせがいろいろ来たりしてました。動画編集始める方とかですね、今現在してる方、いろいろやっぱり完全にですね、不安なところとかいろいろあるみたいで、周りは一体どんな環境で動画編集をしているのかということでですね、いろいろやり取りとかさせていただいてはいたんですけども、僕のパソコンの環境というのは、まず動画編集専用の PC とか、あと写真を撮ったら写真を編集する、パソコン、専用で、それぞれ専用機として何台か稼働してます。今回は動画編集ということで、とりあえず今のところは僕のところはですね、特にストレスもなくサクサクと動いてるのが現状です。いろいろ、このくらいやったら限界かなっていうのはあるんですけども、今一番ストレスが感じている作業っていうのは、僕全部でですねカメラ最高で15台くらいで撮影して、で15個のタイムラインを作って、で後でスイッチャーで切り替えると、こういう編集が一番最大なんですけども、どうもですね、うちの今の設定のスペックだと13、4台目くらいから再生が遅くなりがちなんですね。民生用のビデオ、家庭用ですよね、これから取り込んだものが特に遅くなりがちです。あれはまたファイルがですね、 AVI だったりとか WMV だったりとかですね、いろんな形式があるんですけども、業務用カメラの一般的な画像方式っていうのは MP4 なんですね。 MPEG4H264 形式というか MP4 形式なんですよね。これは比較的動画の画質も落とさず、なるべく小さな容量で高画質高音質で保存できる撮影方式なんですよね。これだとだいたい15台くらいは、ノッキングとかこう突っかからずスムーズに再生ができて切り替えもできてという感じにはなってるので、特にストレスとかはないんですよね。あくまでも僕の見解ですので、処理能力を上げるんであればやはりですね、パソコンのスペック CPU だったり、グラフィックボードだったり、こっちの方をステップアップさせてあげた方がいいのかなというのが僕の考えなんですよね。よく0度にすればスピードが上がるとか、読み書きが速くなるとかっていう話をよく聞くんですけども、あれはちょっと考え方っていうか使い方をきちんと覚えておかないと後で取り返しがつかないことになってしまうかもしれないですね。0度というのは同じスペック容量のハードディスクを2台一般的ですからね、2台用意して、0度0っていうのは交互に書き込んでいくんですよね。例えば、1から10までの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 10の一連のデータがあったとすれば、ハードディスクに1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って交互に書き込んでいくんですよ。一つのハードディスクに一連の流れがなくて交互に振りかけていくので、書き込みはもちろん早いですよね。読み込みももしかしたら早いかもしれません。2つのハードディスクで物理的に負担を半分に減らしているので速度アップはしますね。で、0度1というのもあって、0度1というのはですね、これはよくバックアップを取りながら書き込んでいくという理解をしている方もあると思うんですけども、確かにバックアップ、同じものを2個作っていくという方法なんですよね。同じ1から10のデータがあると 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10書きながら同時にこっちにも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
同じものを2つ作るので一見バックアップを取っているようにも見えるんですけども、まあ仮にこっちがダメになっても、まあどっちかがダメになってもどっちかが生きてるわけなので、何かあったらまたこの古い方を交換すればいい方法もあるんですよね。ただ上書きとかもしてしまうケースがあるので、これは一長一短にですね、バックアップを取りながら保存してるという考え方はちょっと違うんじゃないかなと僕は思うんですけどね。で0度0交互に書き込んでいく方、これは速度アップはしますけども、どっちかがダメになっちゃうともうデータ自体はもうパーですからね。普及だなんだとかいろいろバックアップだってやってると結構大変な作業になってしまいます。それよりは僕の今時代いろいろやってきた経験から言わせていただくと、読み書きの一番早いのはやはりハードディスクじゃなくて SSD が一番効率的にはいいんじゃないかなと思っています。ハードディスクよりも断然読み書きも早いですし、今すごい容量も出てますし、わざわざ0度にしなくても一気ここに備えておけば読み書きはものすごい速いスピードです。 C ドライブに組み込んでしまえば起動ディスクなので、立ち上がりも速いですね、まあ、当然データの計算演算も速いですし、でプラスコンピューター自体の CPU とかマザーボードとか、グラフィックボードとかこっちの性能の高い方を組んでいった方が、快適な編集作業が行えると思っています。あとそれと、ここちょっと最近なんですけども、ネットワークサーバーという使い方も同時にするんですけども、サーバー的にはですねファイルサーバー、ここにシナオジという白いボディのこれが、2つの記憶装置が入るんですけども、ここもですね0度の設定いろいろできるんですけども、ここはあえて0度は使わずですね、この場合は僕の場合は 4TB の SSD を2機入れて、それぞれ0度じゃなくてそれぞれ独立した、容量として使うようにしています。なので、まあ、パソコンを開くと、2個出てくるわけですよね。ドライブが2個出てきます。でここにファイルサーバー、やはりネットワーク使いますのである程度スピードが落ちるがちなので少しでも早く SSD で回して外から読み書きができるように、どっちかというとあの動画も多く扱うので動画ですからやっぱり MP4 とかですね H264 形式のコア縮列ですよね。そういう形式にしてここにどんどん貯めていきます。 4TB と 4TB ですから合計この中には 8TB の SSD があるんですけども、8TB もあればですねある程度の期間の物件であればこの8TB合計 8TB の SSD にしておけばある程度はですねこなせます。あといろんなサンプル映像とかですね、わざわざパソコンにこう取り込んでいかなくてもここに全部入れることができます。あと在宅ワークもですねうちやったりとかして、でうち独自でですねテンプレートとか作ってるんですよ。シネマ 4D 用とかですね、アフターエフェクツとかいろんなこうエフェクトも作ってるので、その素材も全てここに今度はここに移して、在宅してるうちのスタッフにここから取り出して、自由にこう出し入れしながら、遠方とかになっても、出先からですねここにデータ入れたり出したりというのができるようになっています。あとそれと並行してですね以前使っていたスイッチングハブ、これもちょっと古いのでもう10年くらい使ってるので、ネットギアさんの、まあ、ちょうど手頃な、まあ、ギガベースのですねスイッチングハブと交換しました。まだケーブルが完璧じゃないので、ケーブルはですね、どんないいケーブル買っても長くなっちゃうと効果がなくなります。ケーブルはできるだけ短くですねした方がいいのかなと思います。まあ、シビアな世界でもないんですけども、伝送速度をですね効率よく早く使うんであれば、いいケーブルで、まあ、短い長さで
使った方が結構スピードが出てくれます。まあ、例えばこことここをつなぐとかであれば、まあ、普通の安いケーブルでも結構スピードが上がるんですけども、ある程度やはり、うちのオフィスと、まあ、私の自宅その後ろなんですけども、こことやっぱり20メーターくらいの距離があればある程度はロスしちゃうんですよね。こういう風な使い方もしています。まあ、結果的にはですね、動画の編集能力を上げるんであればやはり CPU、 パソコン自体の CPU の能力を性能をいいものに組み替える、もしくはそういういいので構築する、そういう風にした方がいいかと思います。あともう一つなんですけども、よくですねグラフィックボードを2枚挿すと処理能力が上がるんじゃないかということで、よくグラフィックボードいいやつ2枚挿して使ってる業者さんも、身近にいますけども、そんなにですね目に見えてすげーというほどではない状況でした。私の見た感じなんですけどね、まあ、グラフィックボード2枚挿して、処理能力を上げるよりは、僕もやってみたんですけども、ちょっと奮発して何ランクか上のいいグラフィックボードを1枚つけるとそっちの方が効率が良かったり処理が早かったりします、能力が高かったりします。グラフィックボード2枚挿して、今もうちに1台あるんですけども、グラフィックボードを2枚挿したパソコンは今ゲーム用で、ゲーマー用ですね、グラフィックボード2枚。動画編集にはそんなあんまり効果がないというか、まあ、薄いというか、こう体感できないくらいの変化があんまりないんじゃないかなと思います。まあ、人それぞれ、使用環境というのは違いますので一長一短には言えないんですけども、そんな感じは僕は受けました。なのでできれば動画編集サクサクとやりたいためにはですね、やっぱり CPU のいいもの、高性能な CPU、 あとは、多機能性に優れたマザーボードですよね。まあ、まあ、いろんなこう端子とかがさせたりとか、いろんな必要なコネクタがついているとか、こういうものですね。あとグラフィックボードは、できるだけですねいいもの、性能のいい、高性能のいいものを1枚の方がいいと思います。あと C ドライブもですね、基本的に C ドライブは SSD です。レードは僕的には使わない方がいいと思います。メーカーによってはですね、ソフトメ動画編集のメーカーさんによってはですね、あのレードを推奨しているメーカーさんもいくつかあるんですけども、必ずレードにしないといけないというわけでもないようなので、ここは自己責任でですね、レードにするか、レードにしないかというのは選んだ方がいいと思います。動画編集もその動画を編集する内容によってはですね、もう低スペックでできたりとか、まあ、1台で編集するとかであればそんなに、すごいスペックにしなくても結構早いですし、 Mac とかで使うんであれば僕は Final Cut を使ってるんですよ。 Final Cut のもですね結構使い勝手が良くて、 Mac 自体がもうそういうグラフィックボードみたいに演算処理するスペックに、もともと基本的なそういう能力を持ったパソコンなので、それもそれでいいんじゃないかな。ノートパソコンでもサクサクできちゃいますのでね、まあ、いろんなこうツールとかですね、あの VST 系いろんなツール関係が出てるんだと、やっぱり Windows で、いろんな編集してみるのもいいんじゃないかなと思います。特にですね、あの 3D After Effects とか、Cinema 4D とか Maya クラスになってきて、処理する内容のものがですね、もうどんどん複雑になってきて、後でプレビューしたりとかですね、エンコードしたりするときに、すごく負担が出てくるので、少しでも、あの単体のもので、高スペックのものを用意して作っていった方が
いいのかなと僕は思っている次第です。あくまでも僕の見解ですので、まあいろいろまた、他の人がどんなものを使っているとかですね、いろいろこう物色してみてですね、調べてみて、自分に合った環境のものを揃えていったらいいんじゃないかなと思います。どうも本日はどうもご視聴ありがとうございました。今現在も、今日現在もですね、まだ卒業式がもう2物件残ってまして、いろいろこうカメラ台数も多かったりしますので、まだ完全に卒業式からは抜けていない状態です。ちょっとでもためになったなとかですね、よかったなと思っていただきましたら、いいねボタンとかですね、チャンネル登録とかしていただけたら大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。